ヨアヒムレーブは、西ドイツバーデンビュルテンベルク州シ,シェーナウ、イムシュバルツバルト出身の元サッカー選手。元ドイツ代表監督。サッカー指導者。現役時代のポジションはフォワード。ニックネームは、ジョギ。なお項目名は、日本のマスコミが使用する表記であり、ドイツ語気判発音をカタカナ転写すれば、レーフとなる。現役時代のポジションは、FWSC フライブルクで、 プロサッカー選手となった後、VFB シュトゥットガルトなどのドイツのクラブに移籍し、1989年に、スイスの FC シャフハウゼンに移籍。1995年、スイスの FC フラウエンフェルトで引退する。U-21 ドイツ代表の経験もある。SC フライブルクでは、チーム得点王にもなっている。クラブチームでのキャリア35歳で現役を引退後、 ドイツブンデスリーガの VFB シュットガルトのヘッドコーチに翌年には監督に就任。就任した1996から97シーズンでクラシミ・イルバラコフやジオバネ・エウベルジ・ソーザ、フレディ・ボビッチ等で攻撃的なチームを作りリーグ4位と DFB カップで優勝する。翌1997から98シーズンにもリーグ4位、そして UEFA カップウィナーズカップで準優勝するが、当時のマイヤー・フォアフェルダー会長が、クラブの監督には、ビッグネームを欲しいとメディアを通して公言、VFB ・シュトゥットガルトを解任された。1998から99シーズンには、トルコリーグのフェネル・バフチェに、1999から00シーズンは当時ブンデスリーが2部だった、カールスルーエ s C の監督に就任するが、 カールスルーエではクラブで初めて三部に降格する。2001年、トルコのアダナスポルの監督となる。2001から02シーズンで、オーストリアブンデスリーガの FC チロルインスブルックの監督に就任し、優勝する。2003から2004シーズンでは、同じオーストリアブンデスリーガの FK アウストリア、ウィーンで1年間式を取り、2004年ついに母国、ドイツ代表のヘッドコーチに就任する。 ドイツ代表ヘッドコーチから代表監督へヘッドコーチ就任後は当時のユルゲン・クリンスマン監督の片腕として主にチーム戦術の決定及び戦術トレーニングを担当した 2006FIFA ワールドカップドイツ大会終了後のクリンスマン辞任に伴い監督となる 2014FIFA ワールドカップ表彰式で選手たちと共に優勝を喜ぶデーブ監督就任後は UEFA ユーロ2008では、準優勝、2010FIFA ワールドカップ、南アフリカ大会では2大会連続で3位となり、優勝こそしていないものの高い成績を残していた。ポーランド・ウクライナ共催の UEFA ユーロ2012のグループリーグでは、ポルトガル、オランダ、デンマークとの死の組を全勝で、首位通過するも、準決勝で、マリオ・バロテッリの2発に、 シズミイタリアに敗戦3位となった。2014FIFA フフワールドカップブラジル大会では優勝。南米開催の W 杯で欧州勢として初優勝となる。2015年3月13日、ドイツ代表との契約を2018年まで延長したことを発表した。2016年10月31日に UEFA ユーロ2020まで契約を延長し、 2018年5月15日に 2022FIFA フフワールドカップカタール大会までさらに契約を延長した。予定通り 2022FIFA フフワールドカップカタール大会まで指揮を取れば16年間の長期契約となる。2018年のロシア W 杯ではグループリーグ F でメキシコと韓国に敗れて屈辱のグループ再開で敗退。2021年3月9日。 UEFA ユーロ2020終了後にドイツ代表監督を退任すると発表。本大会のグループリーグ F ではフランス、ポルトガルの同組となり、さらにハンガリーの大前線にも苦しめられることになる。2位でグループリーグは突破するも決勝トーナメント1回戦でイングランドに0の2で敗れ、不本意な形で15年にわたる長期政権に幕を閉じた。 レーブとハンスディーターフリックアシスタントコーチ、ありがとうございます。